牧神川が氾濫したここは岐阜県の養老。難を逃れた人々は避難小屋に集まり不安な日を送っているのです。ここでも炊き出しが行われ、村の人々は乏しい食料をみんなで分かち合っています。台風の爪痕があまりにも大きいためか、忘れられた被害地はこうして方々に点在しているのです。こうした中で自衛隊は延べ500台の車両と6000人に及ぶ部隊を投入しています。すっぽりと水の中に浸かったまま足掛け10日間、腐った泥水は悪臭を放ち、名古屋市南陽町一帯は最悪の事態となっています。そしてこの町からも集団避難が開始され、女子供たちは戦場の難民さながら続々と市の町を後にしていきます。ようやく水が引いた後には家々は無残な姿を現し、片付けようにも手の施しようがありません。ありったけの荷物を背負い、ねぐらを求めてさまよい歩く人々が後から後から続きます。肉親の遺体を探し求め今日もやってきた安置所。その中に変わり果てた家族の姿を見つけ、安堵とともに新しい悲しみがこみ上げてくるのです。一方、河口付近の堤防決壊口では官民一体の汐留工事が昼夜兼行で進められています。しかし、まだ50カ所に及ぶ河川堤防と70カ所を超える海岸堤防の決壊口は依然として復旧できません。伊勢湾台風は930ミリバールの低気圧と50メートルの強い風が 5.3 メートルに及ぶ異常な高潮を生んだものですが、特に伊勢湾など V 字型の湾では高潮が一層高められるとともに、破壊力はさらに強まるのです。4.5 メートルの堤防に対し、それをはるかに上回る高潮は、裏側から堤防の根元を侵食。そして堤防はもろくも決壊してしまいます。こうした危ない V 字型の湾は全国の至る所に散在しているのです。ズタズタに寸断され無残な姿を横たえる海岸堤防。押し寄せた高潮の威力の前に、それがあまりにも非力であったことを事実が証明したのです。水口からとうとうと流れ込む潮、そして見渡す限りの泥海、そこに繰り広げられた数知れぬ人々の悲劇は後々のために何を教えたのでしょうか。
水の中でまた明日を迎える人々は最後の力を振り絞って立ち上がってゆくのです。